バンタム級チャンピオン松島二郎の初防衛戦です。挑むはランキング2位の天翔康明。場内はもうすでに熱気にあふれております。さあ、それでは放送席をご紹介しましょう。まず元世界ジュニアライト級チャンピオンの沼田義明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日の試合の見どころどんなところ？そうですね、はい、最近松島の試合を見てますとですね、はい、まあ、自信というかですね、いわゆるこうやればこう勝てるんだというのはね、そのものが出てきたわけですよ、非常にその大きなプラスだと思いますけどね、はい、挑戦者の天翔ですけども、まあ、やはりそのハードパンチャーで、どちらかというとその変則的なね、スタイルで来ると思いますから、はい、まあ、1、2ラウンドですか、まあ、松島も要注意しなかったら危ないと思いますよね、さて、解説もう一人元世界ストロー級チャンピオンの大橋秀樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大橋さんは今日の試合どう予想されますか？そうですね、この挑戦者の天翔選手、はい、この一発はねすごいものがありますからね、この前半をうまく乗り切れば松島の防衛と僕は見てますね。なるほど、前半松島ちょっと注意というお二人ですが、そろそろ選手入場してきます。さあ、いよいよ選手入場です。リングに入場です。初めに青コーナーより挑戦者天翔康明選手の入場です。さあ、まず青コーナーチャレンジャーです。輪島光一スポーツジムの天翔康明の登場。日本タイトル挑戦は2度目です。4年前に当時日本フライ級チャンピオンの進藤太志に挑んで、お互いにダウンを奪う壮絶な試合の末、惜しくも TKO で敗れております。その後一度ボクシングをやめましたが、去年復帰してきました。ウエイトを上げて去年から7戦して4勝2敗1分け、ランキングが2位になりました。そしてこのチャンスが巡ってきて、31歳とにかく勝ちたい、この試合に全てをぶつけるチャレンジャーの天翔康明です。さあ、初防衛になりますか、米倉ジムチャンピオンの松島二郎です。こんなに嬉しいならもっと早くチャンピオンになっておけばよかった。5ヶ月前タイトル決定戦で勝利してチャンピオンベルトを手にした時の松島のコメントです。そのチャンピオンの座すぐに明け渡すわけにはいきません。さあ、ゆっくりと姿を現しました。初防衛という意識はないと試合前は話していました。すっきりした形で勝ちたい、詰め切れるボクシングを目指します。松島二郎、3年ぶりの日本人サウスポー選手との対戦になりました。どんな試合を見せてくれるんでしょうか。ゆっくりゆっくりと歩を進めていきます。そして精神集中、駆け上がってきました。チャンピオン松島二郎がリングに上りました。サウスポー同士のタイトルマッチです。KO 率は5割6分です。は6割9分を誇ります。ジャッジとレフェリーの紹介です。先月からジャッジが3人になりました。日本タイトルマッチ、まあ、レフェリーの負担を減らそうということで日本のタイトルマッチジャッジが3人になったという先月から。さあ、チャレンジャーの天翔は31歳、そしてチャンピオン松島は26歳。レフェリー浦谷さんからの注意が与えられていますが、松島二郎は天翔と目を合わせませんでした。さあ、
チャンピオン松島二郎の初防衛戦です。どんな戦いぶりを見せるのか、そしてチャレンジャー天翔どう挑んでくるのか。日本バンタム級タイトルマッチが始まりました。お互いにサウスポーです。体を低くして中に入っていこうという天翔、まずはボディを打っていきました。まあ、天翔サイドは今日の松島との試合にあたってちょっと今までとスタイルを変えていきたいという話をしていたんですが、中に中に入りたいという話はしてましたが、まあ、そうですね、天翔がそのパンチがあるということで、はい、懐に入ってその攻めて、はい、いわゆるその松島もそれとその打たれは強くないから、いやそこでチャンスをつかみたい、またきっかけですね、はい、もう取りたい感じなんじゃないですかね。とにかく試合前の沼津さん、大橋さんの話では序盤天翔のペースになるんじゃないかというような話ではありましたが、先に先に手を出していくのは天翔です。ただスピードですね、はい、それとテクニックはやはりその1枚も2枚も松島が上ですから、ね、はい、松島の右が当たりました。ちょっとバランスを崩した天翔です。ただちょっと天翔選手はちょっと和島会長譲りな、はい、持続的な動きでしてるんでね。そうですね、もしかしたら松島、そのパンチが見にくいかもしれないですね。今のアッパーなんかもちょっと変わってますね、まあ、カエル飛びとまではいきませんが、ただ練習の時はカエル飛びのような動きも見せてましたがね、まあ、とにかくこの和島浩一スポーツジムを選んだのも、和島会長が遅くにボクシングを始めて成功した、自分も23歳から始めたという転生です。左を持っていきました。この左ストレートが怖い。おっと今度は右です。ちょっといいパンチもらってますね。そうですね、はい、大橋さん、松島の動きは硬くはないですか。ちょっと一発パンチもらってちょっと硬くなっちゃいましたね、はい、あっと左ストレート、このパンチですね、はい、選手のこの左を受けもらっちゃいけないですね、はい、この松島の右に左をね、こうクロスで合わせてるんですね、はい、かなり松島対策を立ててきた選手です。一方の松島はサウスポーと、日本人のサウスポーと対戦するのが3年ぶり、飯田聡以来ということになります。まあ、そのあたりかなりスパーリングでは慣れる練習はしてきたという話ですが、メニューに入ってから32ラウンドのスパーリングをこなしました松島二郎。さあまた右を持っていきましたが、これはかわしました松島。まあ松島ですね、はい、今のところ相手の出方をよくね、はい、見てるような感じですけど、そうですね、それほどその奥渡しないですよね、はい、まあ、天翔はその挑戦者だし、はい、やはり、ね、できればその早い回、ね、はい、決めたいという気持ちを持ってますから、やはり出てくるでしょうね、はい、さあ松島の左を打ちましたが脇腹の当たり、さあ松島が打っていくところ天翔が手を出します。ちょっと頭が当たりました。先に、ね、頭の方が出ていったんですよ、ね、はい、天翔にバッティングの注意です。ただ松島の攻撃にあの思いっきりこの左クロスを合わせてきますんでね、はい、あのパンチをもらうと怖いですね。ですね、松島も手出しにくくなってきますが、どうでしょう第1ラウンド、この最初のラウンド、どちらかというと天翔が積極的に攻めていきました。右から左を持っていきました。左はかわした松島です。第1ラウンド終了しました。放送席、大橋さんは10対9とチャレンジャーの天翔につけました。今年3月25日門海老宝石ジムの新井康史と日本バンタム級王座決定戦を行いまして、内容的には完勝の判定勝ちでチャンピオンになりました松島二郎。その後5月にノンタイトルでフィリピンの選手と一戦してこの初防衛を迎えています。まあ、大橋さん、前回のノンタイトル戦、まあ、その試合の意味合いもなかなか難しくて、そうですね、ちょっとピリッとしない試合ぶりでしたが、まあ、攻撃がちょっとね、はい、単調になっちゃったんで、もう少しフェイントとか指の使い方とか、はい、ちょっと工夫が欲しかった試合だったですね。まあ、本人も爪の甘さがまた出てしまったかなという話はしてましたが、今日の試合ではその爪の甘さを克服したいという話も松島はしていました。試合は第2ラウンドに入ります。第1ラウンドは相手の動きを見ていたようなチャンピオンの松島。おっとまた左ストレートもらった。まあ、当たりは浅いんですけどね、はい、一応そのまっすぐが下がったその天守の左食いますからね、はい、でその角度変えてですね、はい、角度変えてそのある程度やはり攻撃につなげていかないとですね、天守のペースになりつつもありますからね、はい、大熊さん、はい、この青コーナーの和島会長はですね、第1ラウンド、まあ、挑戦者の動きとしては非常に良かったんじゃないかということを言ってますね、はい、非常に落ち着いているということと、それからこれから前に出る左右に振れという声がよく出てます、ね、あっと相手が打ってきたところ松島が右を入れました。ちょっとバランスを崩しました、はい、はい、ちょっとグラッときたかなという感じも見えましたが、天翔が思いっきり打っていったところ松島の右が入って、天翔がバランスを崩しました。さあ松島の右が入った。
選手は右から左と手を出していきます。さあ左フック、まあ、天守はこの辺ね、はい、いやその松島が出てくるところ打ち分けしないようにね、はい、心がけてると思いますよね、大熊さん、はい、赤コーナーのチャンピオンサイドですが、はい、こちらはまあ会長によりますと1ラウンドの動きはこんなもんじゃないかということですね、はい、成田トレーナーからはスピードで行けという指示が出てました、はい、それからやはり天守の左を気をつけろという声はずっと飛んでましたね、はい、この左はかなり強烈です。また伸びてきました天守の左ストレート、まあ、デビューした頃はこの左ストレート1本でやってきましたという話で、それで全日本の新人王は獲得したんですよね、天翔ね。まあ、そうですね、まあ、その後負けが飛んでリングネームを改名しまして、この天翔安明と名乗っております。本名は伊藤安明です。さあ一方の松島、セコンドは第1ラウンドこのような動きでいいということですが、さあまたカウンターのような感じで右が入りました松島。右を出します。おっとちょっと大振りか天翔、バランスを崩す場面が見られます。松島は右から左サイン、だんだん松島の方がこう追う展開になってましたね。そうですね、さあペースが少し変わってきましたが、ペース的には松島ですね。そうですか。さあちょっともつれる形になりました。さあ右から左を持っていった天翔、しかしこの左うまく避けています。松島です。第2ラウンドが終了しました。第2ラウンド放送席、大橋さんは10対9と今度はチャンピオンです。松さん10対10イーブンです。31歳チャレンジャー、日本バンタム級2位の天翔安明、日本タイトルの挑戦は2度目になります。1度目は4年前でしたがフライ級でした。今度はバンタム級、これは第2ラウンドの天翔の攻撃、まあ、左は持っていきますが松島しっかりとは受けてないですね。受けてないですけどね、天翔がその左打つときですね、スタンスが広くなるわけですよ、はい、その分その踏み込みがないわけですよね、なるほど。それでですからパンチが当たっても浅いわけですよね、はい、さあ試合は第3ラウンドに入りました。大橋さんは第2ラウンドのあたりからペースが徐々に松島ではないかという話でしたが、さあ右を持っていきます天翔。天翔としてはとにかく右を当てて当てて3ラウンドまでに自分のペースに持っていきたいという話はしてましたが、はい、天翔選手はね、この自分が前に出てくるときはこっち取るんですけどね、はい、自分が下がる、場面になるとちょっと弱い面があるんですよね、はい、それは本人も言っていました。攻めてるときはいいんだけども守りになるとどうもという話。さあボディです、松島の左ボディ、はい、いいボディですね、はい、また左ボディです、はい、まあ、天翔その打たれはですね、あのボディもそれほどその強くないですから、はい、まあ、接近してなって松島が、さあ痛い痛い、右のフックですね、右フックですね、まずはダウンを奪いました松島二郎チャンピオン。さあダメージはどうでしょう天翔。いや、あの打たれは脆いですから残ってますよ、はい、さあ一気にいくか松島、爪の甘さを克服したいと話しておりましたチャンピオン、もう天翔もね一か八か打ってるんですけどね、スピードがない分ですね、よく松島見てますよね、まあ、第1ラウンドから本当に冷静に相手をよく見ていました。おっとっと、これはちょっと足が絡まってバランスを崩しました。さあこのラウンドダウン、おっと右が伸びてきた、松島もちょっと気をつけた方がいいですね、はい、まずは右フックでダウンを奪って、はい、松島かなり焦ってますから、焦ってます、まあ、相手聞いてるんですけどよく見てね、はい、攻撃しては倒れます。さあ足ね、すみませんね、フラフラしてますよ ね、 ますかね、さあ残りは1分あります。もう軽いパンチで大丈夫ですね、はい、松島は、はい、仕留めたい仕留めたい、爪の甘さを克服したい、爪切りたいというチャンピオン松島、どうでしょうかこの第3ラウンド。冷静ね、はい、ちょっと足きてますね天翔ね、もうね、はい、足きてますよね、そこを冷静に松島的確にパンチを入れたい。さあ右爪は見事でしたね。ですね。これまでは今一つピリッとしないところも、あったんですけどね。はい、特にその右フックですね、これが良かったですね、
その後ミニスクの前のボディーブローもね良かったですね。そのラインで、そうですね、あれでガードを下がったところにねミニスクをねうまく当てましたね。なるほど、とにかくこれまではどうも爪の甘さというのが課題として挙げられていたんですが、今日はチャンスと見るや一気にいきました。はい、さあ再びチャンピオン松島二郎の腰にチャンピオンベルトが巻かれました。見事に初防衛に成功した松島二郎、横にいる米倉会長ももう本当に満面の笑顔であります。現在認定証が松島二郎に渡されようというところであります。いや、とにかくすっきりした形で勝ちたい、毎回の課題である爪の甘さ、それを克服したいと話していた松島ですが、この初防衛戦で見事課題を克服して素晴らしい KO 勝ちを収めました。さあこの後勝利者賞として日刊スポーツ、そしてテレビ朝日から、盾とトロフィーが贈られようということですが、今日の松島は本当に嬉しそうであります。さあこの表彰を見ながらコマーシャルの後にインタビューしたいと思います。さあそれではチャンピオンの松島二郎、初防衛の感想を聞きましょう。井村さんお願いします。初防衛を見事 KO で勝った松島二郎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちどうでしょうか。ほっとしてますね。ほっとしてますか。はい、でも勝った瞬間は相当喜び爆発させてるように見えたんですけど、今日ビデオ録画してくるのにテープが少ないんですよ。早く終わんないと試合取れないんで今日ちょっと力入っちゃうんですよ。早く終われる。しかしですね、タイトルを取った時にこんなに嬉しいなら早くチャンピオンになればよかったという話していましたけれども、この初防衛はどんな味なんでしょうか。こんなに嬉しいんだったらもっと早く防衛しときゃよかったですね。そして今の課題は爪の甘さを克服することだというお話ありましたけれども、今日はそれ見事にできたんじゃないですか。気持ちばっか空回りしちゃって行こう行こうと思うんですけど、やっぱ体がまだついていかないんで、あとは、はい、体と精神面と肉体面が一緒にいい方向に持っていければいいと思いますけど、第1ラウンドはちょっと見ていってるのかなという感じしたんですが、第2ラウンドからもうガンガンいきましたね。なんか いけるような気がしたんで早めに、はい、まあ、ビデオのこともありますし、そのあたりはじゃあ非常にリラックスして試合に臨めていたんですか。そうですね、ビデオのことが頭にそれは嘘ですけど、まあ嬉しいです。はい、これからのことも非常にたくさんのファンが期待していると思うんですけれども、いかがでしょうか。もうちょっとクロート好みするボクシングをしたいですね。クロート好みというとどんなところでしょうか。ちょっと落ち着いて危なげなく、はい、まだ素人で非常に、でも今日はもう本当にガン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 攻めて素人もクロートも楽しめるような試合だったと思いますけれども、毎回ちょっと眠くなるような試合やってるんで、ちょっと今日はみんな寝ないうちに終わらせないといけないなと。これででもまた一つきっかけをつかんでガンガンいけるんじゃないですか。まあ気持ちはこのままいきたいですね。はい、じゃあこれからに向けての抱負、それからファンに向けて一言お願いします。皆さん最後まで寝ないようにしっかり応援してください。お願いします。見事初防衛を KO で果たしました松島二郎選手でした。おめでとうございました。いやー、松島二郎節が今日は聞かれましたね。松島さんね、はい、でも本人は言ってましたが、クロート好みの今日は試合だったんじゃないですか、野間さん。まあそうですよね、自分のボクシングは自分はよく知ってると思いますけど、今日はとにかく良かったのはですね、やはりその右のですね、アッパーフックですね、これが非常にそのスムーズに出たですね、これが決め手だったんですよね。はい、いや大橋さん、はい、本当に危なげない勝ち方だと思うんですが、まあそうですね、まあ、僕はでも第一ラウンドねちょっといいパンチ食ったんで、もうどうなることかとねちょっと心配したんですけどね、まあその後冷静にね、はい、あのボディへカウンター打って、その後はミニフックをね切り返して、はい、あの今日は本当にクロート好みする試合だったと思いますね、うん、はい、まあ、VTR が短かったんで早く倒さなくちゃなんていうコメントも出ておりましたが、とりあえずコマーシャルをご覧いただいて、その後第3ラウンドを振り返ります。さあ素晴らしい初防衛をしました松島二郎の試合、2ラウンドから振り返ることにしたいと思います。第2ラウンドからご覧いただきましょう。第1ラウンドはちょっとパンチをもらって、本当にね大橋さん大丈夫なのかなと、うん、いうところもありましたけども、本人はそれほどね、うん、まあ落ち着いた、まあ、ったみたいですね、うん、みたいですよね、そしてこの第2ラウンドあたりから徐々に
まあ、テンションの攻撃もかなり良かったんですが、まあ、良かったですね。見えてたようですね、まあ、ちょっとその変則的にその打ってくるとパンチはちょっと大振りだったですよね、スピードもいまいちだったですよね、テンション。このラウンドにですね、一回この松島の左ストレートが、その打ち落としたいい、ね、タイミングで当たったんですね、はいはい、そこから完全に松島のペースになりましたね。ここまではどちらかというと受けている感じの松島でした。そうですね、テンションが前に出てく、感じでしたね、いやしかしチャレンジャーの天翔の方も31歳、まあ、もしかしたらこれが最後のチャンスじゃないかという気持ちがね、溢れてたようには思いますが、まあすね、確か衰えはね、あったですよね、このパンチですね、そうですね、この辺りから大振りになってバランスを崩すところもね、天翔を見られるようになりました。この辺から松島の方がこのプレッシャーをかけていく、攻撃を仕掛けていくんですよね。でもその辺りも松島冷静ですね、まあ、冷静ですよね、しっかりと見て、まあ、この辺ね、多少パンチ食っても、その慌てずにですね、よく見てその攻撃に結びつけていったんですよね、まあ、第1ラウンド終わってもあのセコンドの米倉会長もね、本当に笑顔がこぼれていたという感じで、松島自動サイドは第1ラウンドちょっと打たれましたが危機感はなかったよ。そして迎えた第2ラウンド、今ご覧いただいております。そうですね、この辺りから松島の方が前に出ていく、まあ、この展開になるとあの天翔選手はちょっと、苦しいこのパターンですよね。まあ、終わってから言ってはなんですが、天翔としてはどうしたかったところですか、この辺りも。やはりもう1ラウンドのようにこの第2ラウンドもどんどんこのプレッシャーをかけていった方がいい結果が出たと思うんですけどね。やはりあの試合中にも、出ましたけども、受けに回ると、ね、どうしても弱いということで、本当に一発もらってしまってから変わってしまいました。やはりこのファイターがあの下がってしまいますと、やっぱりその怖さっていうのはなくなっちゃいますからね、やはり前に出てきて初めてファイターの良さっていうのが出ますんで、やっぱり自分から下がっちゃうとその良さを殺してしまいますね、さあこの辺りは松島のコンビネーションもボディそして顔面へと下上とねうまく打ち分けてますね、もう第2ラウンドでペースが変わってしまったという感じです。放送席沼津さんは10対10イーブンをつけて、そして大橋さんは10対9とも松島につけたという第2ラウンドでしたが、続けて第3ラウンドをご覧いただきましょう。大熊さん、天翔選手のコメントなんですがね、松島選手うまかったですねということで、まあ、やられっぱなしでしたというちょっと口数少なく反省のコメントが出てました、それから和島会長はですね、決して悪くはなかったということで、でパンチをいいパンチが当たってね、松島選手がグラッと来ている時にもっと手数を当てて、で自分のペースにつかみたかったということをしきりに言ってますね。もったいなかったということです。それからやはりあの課題としていたもらった時の弱さですね、これをねしきりにあれは悪く、まあその部分がねなければもっと良かったのにと、いうことをちょっと吹いてましたね、今1回目のダウンご覧いただきました。いい右が入りましたね。ですね、ボディからこの顔面の返しですね、本当にボディがよく入ってガードが下がったところうまく右が入りました。さあそしてこの後の爪ですが、この辺りの皆さんどうですか。まあ、この後ですね、まあ、力んでその左打ってたんですけども、後から切り替えてですね、右ですね、右はやはりその使っていわゆるその左返す、スムーズなパンチ出たと思いますね。でも大橋さん、1回ダウン奪ったその後詰めていくときってどうしても力んでしまいますよね。そうですね、まあ、力んでいたんですけども、ただ今回松島の成長したところというのは、成長したところは、その打ち合いの中でも、こうボディをねうまく打ってるんですね、この辺がすごく成長したなって感じは受けましたね、まあ、左、おっとここで2回目のダウン、まあ、今のは連打という形でしょうかね、まあ、そうですね、まあ、左を狙わないでいわゆるその右ですね、右の使い方が非常にそのスムーズになったと思いますね、さあそしてもう天翔の方は足に来ています。完全にもうぶらついていますから、さあこの辺りも一か八かで、天翔はその右左フックですね、打ってるんですけども、このパンチは読めますよ、見えますよ、
ここでレフェリーが止めました。結局 TKO ということになりました。3ラウンド2分26秒。大橋さん、この表情は。そうですね、松島がこう鮮やかに勝つというのはなんか久しぶりな気がしますね。本当嬉しそうですね。大熊さん、はい、米倉会長なんですが、もう文句だし言うことだし、もう良かった良かったと、はい、もう笑顔いっぱいで、松島選手よりも喜んでるみたいでしたね。あ、そうですか、文句なしですか。さて、まあ、本人のインタビューでもこれからの話少し出ていましたが、沼津さん、これからの松島、はい、まあ、スピード、テクニック、口もな、はい、優れたものを持っているから、はい、いわゆるそのより一層その右の使い方ですね、これはやはりその練習でも試合でも使うようないい選手になってもらいたいですよね。はい、大橋さんは。そうですね、まあ、今日の試合では言うことないんですけれども、まあ、まあ、前半中が1ラウンド始まった時にいいパンチ食いましたよね、まあ、あの辺をねこれから気を引き締めて、まあ、最初からこの第3ラウンドのような、はい、ペースで戦っていけるように、でまたねこのような試合を続けていけば、はい、自然に上をね狙っていけると思いますんで、うん、これからもどんどん頑張ってもらいたいですね。いやでも本当に一皮むけたというか、一味違った今日は松島次郎チャンピオン見せてくれたという気がします。見事初防衛に松島次郎成功しました。この後はこの前の試合をご覧いただきましょう。